こんにちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日はキングコング西野さんの育てられ方という話をしていきたいと思います。私はですね、もともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして年間3000組ぐらいの親子の勉強や子育てをサポートしております。でですね、ありがたいことに最近は PTA の連合団体とか、あとは公立の小中学校とか、まあ、そういったところから依頼をいただいて、講演の活動などもさせていただいております。でですね、本日はキングコング西野亮廣さん、今いますよね、すごく有名な絵本作家の方です。この方が、どういうような育て方をされてきたのか、まあ、これね、あるボイシーというサイトにね、西野さんが、実際に、投稿してたんですね。まあ、それを僕は聞いて、あ、こういう育て方をされたからこうなったんだってのがすごく分かったので、それをちょっと子育てのね、目線から解説していきたいと思います。本当にですね、西野さん素晴らしいね、才能を開花されている方ですので、この動画しっかり見ていただければ、あなた自身のお子さんも同じように西野さんのような感じで才能を開花することができるかと思います。はい、まず最初にですね、キングコング西野亮廣とはという話からしていきたいと思います。そもそもですね、このキングコングの西野亮廣さん、知らない方もね、いらっしゃると思うので、まあ、簡単に説明しておくと、まずですね、芸人ですね、芸人として、本当に一世を風靡したですね、パネルの扉っていうね、番組が昔あったと思います。まあ、この番組をね、すごく人気になって、それからいろんな番組にね、引っ張りどころになった大人気の芸人さんです。で、今は、まあ、そういったね、テレビに出る活動はかなり自粛されていて、で、代わりに何やってるかというと、絵本作りとか、あとオンラインサロンの経営、運営とかですね、こういったのとか、あとビジネス書を書いたりとか、まあ、こういった少しね、幅広い活動ですね、芸人とはまたちょっと違った活動に主に力を入れられています。まあ、その中でもね、絵本、これは本当にね、いろんな絵本書かれているんですけども、たくさんのところでね、読まれていて大ヒットしている、そんな、方です。で、僕自身はね、西野さんのこと大好きで、本とかをたくさん読んだりね、一時期はオンラインサロンにも入って実際に勉強したりもしておりました。はい、次に親の育て方がすごいという話をしていきます。で、この西野さんがですね、ボイシーというアプリ、まあ、いわゆるオンラインラジオのアプリですね、このアプリで自分がどのように育てられてきたかっていうのをね、お話ししている場面があるんですね。またこの動画の下の、詳細欄のところにね、ボイシーのそのリンクも貼っておきますので、よかったら聞いていただくといいと思うんですけど、ここの中でですね、西野さん何を語っていたのかというと、基本的に褒められて育ってきたというふうに語っておりました。で、その中のね、一番面白いというかね、すごく印象に残ったエピソード、これ何かというと、まあ、西野さんね、今でこそ画家として活動されているので、まあ、昔から絵を描くのが好きだったんですね。で、ある時、自宅の玄関のね、まあ、道路のところですよね、履いたところに、軽石でですね、こう絵を描いてたそうなんです。で、そうすると近所の人から、このとこに絵を描くなって怒られたそうなんですね。で、この時に、そのお父さんお母さんたち、どのような対応をしたのか、まあ、普通に考えたらですね、なんでそんなところに書いてるんだ、はい、消してらっしゃいって言って怒りますよね。でも、ここで西野さんのお父さんはどのように対応したのかというと、次の日にですね、大量の紙を持ってきたそうなんです、家に。で、家に大量の紙を持ってきて、絵はそこじゃなくて紙に書きなさいと言って紙を渡してくれたそうなんですね。で、これが、まあ、ものすごくね、僕の中では、あ、素晴らしいお父さんだなと思った、エピソードになります。はい、次にダメなことと改善案を提案という話をしていきます。なんでね、この、育て方が素晴らしいと思ったかというと、もう多くの場合に、ほとんどの方はこういう時にね、外で絵なんか描いちゃダメだって言いますよね。そうすると子供ってどのように感じてしまうのかというと、絵を描くことがダメなことっていうふうに捉えてしまうんです。これよくありますよね。例えば、ノートのなんか隅に絵を描いていて、先生がね、絵を描いちゃダメだ、そのところに描くなって怒ってしまうと、子供はもう絵を描くこと自体ダメなんだって思ってね、やめてしまう子結構いると思うんです。でも、絵を描くこと自体は何にも悪いことじゃないんですよ。どこに描くか、ここの部分がただちょっとずれてるだけなんですよね。西野さんの場合はそれが、道路に書いていた。だからそこに書いてたことがダメだったから紙に書こうよって言ったわけです。ノートに書くのも同じですよね。授業ノートがダメだったら、じゃあ、他の何にも使わないノートに書こうねっていうような伝え方をしてあげることが大事なんです。で、こういう伝え方をしてあげると、子供の才能を潰さずに済みます。
か、つぶさん。で、そして、もともと絵を描くのが好きっていう子は、必ずね、やっぱり絵とか、そういうイラストとかなんかね、そういったものに何かの才能があるわけですよ。だからやっぱそこをね、うまく伸ばしていくことができるので、将来的に、才能を開花させることができるかと思います。おそらく西野さんもね、お父さんがそういった育て方をされたから、今ね、こう画家として活躍できているわけなので、もしこの動画を見ているあなた自身も同じようにね、お子さんの中に何か特徴があるとしたら、そこをすぐに潰すんじゃなくて、何かね、上手に持ってってあげる、そんな育て方をしてあげるといいかと思います。はい、本日お話ししたようなですね、子育てに役立つワンポイントのアドバイス、こんなものを日々私は YouTube の方にアップしております。もし本日の内容を少しでもお役に立てたのであれば、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しく思います。